はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ちるこみたりです。はい、今日も始めましょう。そうです。はい、では今日は何しますか？今日はポルペッテ。あ、そう。でも肉のポルペッテでしょ？そう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 。だから肉団子。肉団子。うん。トマトソース。肉団子のトマトソース。はい。はい、それいろいろな、ポルペッテの種類がありますそうね。今日、こんな感じがポルペッテ。そうね。前なんかちょっと、パン粉で作ったりしたら、ちょっとなんていうの、このパンっぽいというか、はい、これはもう完全にミートボールって感じがする。ミートボール。はい。日本で、その、昔お弁当とかによく入ってたんで、なんかこんなアルミホイルに入って、ミートボール入って、茹でるだけみたいな。中にソースが入ってるんだけど、それがトマトとちょっとソースで、それのめっちゃ美味しいやつの、めっちゃ健康っぽくて美味しいやつって感じがするんですよ。だから日本でそのあるちゃんこ鍋、例えば食べつくねたら、つくね、これ、そう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 、つくね、つくね、鳥、焼き鳥でもある鳥という、焼き鳥でもあるし、鍋にもいるし、入れるし、つくね、はい、これは豚肉でしょ。これその豚と牛合わせて牛のそう半分まあまあ材料から材料はいそうですねこれ 400g のミンチ、はい、その、牛と、豚の半分半分って感じそうです半分の分、はい、と、卵1個卵1個はいとニンニク一かけらはいパセリちょっと適当そうけど別にはまあちょっと多めね。はい、ちょっと多めの方が美味しいね。そう。とスパイスというかその、オレガノ。オレガノ。はい。とそのそうです。と食パン。食パン。ね。基本的に 50g ぐらいその真ん中。私は今これ取る。あ、ヘタ取ってね。そう。牛乳。はい。ちょっとだけこのパン、なんて濡れるぐらいね。つけたいってことね。そう。とその30g ぐらいのパルメザンチーズ。はい。これもしなかったらなくていいですね。と塩、オリーブオイル、オリーブオイルと砂糖も、砂糖もちょっと少しね、はい、トマトソース。これトマトソースは缶トマト2つ。あ、2つ。そう、2つの缶トマト。そうですね。と多分まだわからないで、はい、多分ちょっとパン粉。はい、その食感によるね。まあ試してみてってことね。オッケー。もう全部でしょ。はい。はい。はい。うん、では始めましょう。オッケー。これその缶トマト2つここにいつも通りね。はい。入れて。もう満タンだから飛びそう。あゆうと。鍋に入れます。はい。だ。これもう洗いますね。はい。あそれも使う。じゃあ。これ別に飛ぶ飛ばないもう関係なく水入れたい洗いたいもう癖やねもったいないもったいな い, いなそのパッツァテレボディーつけてますはいついたし、はい、今温めるねはいはいだからこのままとりあえずちょっと置いておきます、はい、置いておきましょうねニンニクはいスティックこれ潰して入れます、はいと、はい、ちょっとだけカット、はいはい、してますこれ、はい、そのもし、はい、その余ったパン、あ食パンじゃなくてちょっと古いパン、はいはいはい、それでもいいですね。あそれも白い部分ね。そう。ちょっとちっちゃくカットするね。はい。OK、これ入れます。はい。オプス。え、ちょっと牛。オプス。牛。牛。で、パスタ。あ、こんな感じね。そうか、そうやって、ね。はい、そうね。吸うね。そうね、うん。はい。はい。そのまま。ね。OK。パセリ。パセリ。切ります。はい。はい、トマトチェックします。その今、ぶつ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 。はい。だから、ちょっと塩入れます。はい。はい、はい、ちょっとね。多分ちょっと足らないね、それ。ちょっと、
ちっちゃすぎる、はい、砂糖ね、これ砂糖ね、砂糖、はい、言わないとどっちも白いからわからんもう一回しもう一個入れますね、その全然足らない、その2つを、はい、そう、分かる、そうよ、だってトマト缶2つよ。お、手袋が来ました。そのオレガノ、はい、もうまだこれあちょっとそこまでない、こんな感じ、はい、全部入れる。ああ、そのちょっと結構ね、そうね、まあまああるね、大きなスプーン1個、そうね、大さじ大ぐらいはあるよね。でそのだんだん他の全部の材料入れます。はい、mettiamo anche il formaggio. はい、30 grammはい、うん、okay、チーズも入れた、はい、卵入った、ティーク、とこのあやつちょっと絞って、絞ってパンね、はい、入れる、はい、塩、はい、塩1個、スティスプーンに、はい、2つ入りました。全部混ぜます。はい、これでもなんで全部名前ポルペッタでしょ、全く違う料理なのに全部ポルペッタって言われたらもう訳が分からんじゃん。そうだからいつも、ポルペッタ欲しい、ポルペッタ食べろはい、言いながら、はい、頭の中そうでしょ、の問題間違い全然違うもんね、もう全く。けど私はなんとなくポルペッタ何でも好き、まあ今までもっと好き、まあちょっとそこまで好きじゃんけど、まあ基本的好き。何のポルペッタが一番好き？私は作ってるその余った肉のポルペッタ、うん、いつも通りここにこのうちで普通に、はい、その生肉じゃなくて、うん、もう茹でた肉ね、茹でたか何でも余った肉、余った肉、 OK、はい、ま、うん、パン粉いらないね、いらなかったね、はい、いらない硬さね、水っぽすぎたらパン粉入れてちょっと整えるって感じね。そう、これ今ちょっと多分気持ち悪いんですけど、ちょっとだけ塩の話、あ、味見るってこと、本当に少し生肉、うん、豚肉よ、大丈夫、大丈夫、あ、facciamo così、 mettiamoci、 scusa、 忘れた、ちょっとコショウも、あ、コショウ、その他のスパイスやってみれる、あの皆さん、あ、そうね、ハーブ的な何かね、スパイス入れたら、例えばタイム、あ、タイム似合いそう、そうね、タイム似合いそう、うん、allora、 はい、これ私たちのソース、はい、グツグツしてます、し、どんな感じ、この中ちょっと、はい、まだオレガノ、このソースの中、ああ、トマトの方ね、彼女はね、オレガノ好きだからまあまあ入りますねはい、okay、と理論的に、はい、そのこの中、このミートボール作って入れる、はい、おお、トマトで茹でる、そのもしこれちょっと多すぎたら、はい、このままでいいとできます、ね、ああ、そうか、はい、ちっちゃい、これお任せる大きさね、あ、そうね、そのちっちゃいなお弁当の中入れたかったらちっちゃい、はい、そうね、もっと大きくなったらポン、オッケー、じゃあ次入れていきましょう、okay、そのちょっと今見て、うん何も見えない、はい、けどもうここの中20個ぐらい、あ、そうか、あります、はい、だから私はこれちょっと、vedi、あ、もう入らないね、ちょっとスパッツ、però faccio così、まだあるね、ここにいっぱい、し、だある、けど もっと入れる、はい、そのじゃこのスプーンで、はい、これしなくていい、はい、あ、したらダメ、うん、し、その潰れるね、潰れる、だからこれ
ちょっと、はい、あ、揺らす。なるほど。おお、なるほど。で、全部消えるまでね。そう。その、もう消えれ、ね、なくなったら、なくなったら、はい、やめる。やめる。もうスペースが本当にもうないです。OK です。はい。はい、だから入りましたね、全部。はい、全部じゃなくて、あ、じゃあちょっとだけ余った、本当にちょっと。余ったこれ、うんうん、ちょっとその、シーレイトします。こんな感じ。はい、はい、こんな感じね、はい。ちょっと頭覗いてるぐらい。はい、そうね。今はい。30分ね。はい、今から30分。にこん、はい、もう弱火でね。弱火、そう。と、あちこち、はい、この30分の間。こんな感じデリケートティク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 、ああそっか、やっぱりこうやって混ぜるんだ、そう、こうやってますよね、棒を入れないでくださいね、入れないで、その潰す、はい、了解です、はい、 OK、 30分経ちました、はい、これ、うん、こんな感じトークになりました、その油の部分見えるでしょ、うん、はい、だんだんそのオリーブオイル入れてなかったけど、その全部の肉の油、ね、肉の団子、はい、の油出てた、うん、だからそうですね、美味しそう、はい、じゃあ完成なので食べましょう、オッケー、はいとこれも米を入れた、はい、米を入れた、お米と似合うからね、うん、そう、ではボナペティト、ボナペティト、いただきます、うん、わん、うん、口に入れた瞬間パーンって香りが広がったからちょっとびっくりした、うん、うん、せ忘れてた、そのやっぱりその、うん、パセリとオレガノ、うん、2つともね、いいと思う、似合うよね、なんだろう、この米と、うん、ソースがよく似合うし、うん、うん、肉は肉でね、なんかこう中に香りが詰まってる感じだったね。そうそう、うん、けど本当に肉ね、その、うん、肉です。けど柔らかいパンのおかげと牛乳と卵1個だけ、だからちょっとデリケート、その、うんうん、ちょっと固まるために基本的にちょっと、だから混ぜたらダメ。ダメ、そうね。その多分他のレシピ見たら、うん、団子作って、はい、トマトソース、する前、うん、その一つずつちょっと焼いてる、あ、トマトなしね、だからちょっと固まる、ね、ちょっとだけ固まる、うん、私も初めてそれしました、はい、そのママ、うん、そのレシピのママ、一回日本の時、はい、うーん、覚えてない、なんだけど時間がなかったか忘れた、しなかった、そのあ、やかなかった、ちょっともう、あ、はい、そのまあ、トマトソースも入れました、はいはいはい、どうしたらもう間違って、ま、もう仕方がない、やってみましょう、その直接、はい、美味しかった、そうだからその時からもうこの方がいい、そうですね、そうですね、なるほどね、食感ちょっと違います、カリッとしてそう、うん、私にはこの方がいい、うん、そう、まあだからね、皆さん1回っていうか、まあ2回するんだったら試してみたら面白いよね、そうね、焼いてみるバージョンと、うん、そのまま茹でるバージョン、ただそのまま茹でるときは本当に混ぜたらダメ、こんな感じでね、さっきそうそうそう、はい、けどちょっと仕事、減ってるね、それも、うん、そのまあ家庭料理だし、ちょっと1個ね仕事減ったら嬉しいよ、そうね、そうと、そのもちろんとにかく美味しい、だから別にね、そうね、はい、ね、とにかく美味しい、そうだから、ぜひぜひみんな試してみてくださいチャオ、ボナペティト、チャオチャオ、チャオチャオ、グラッチェ、チャオ。